はい、ザ・ゲームチャンネルの春99です。ちょっといろいろご紹介したいですね。ゲームちょっと溜まりすぎているのでですね、ちょっとレビューという以前にまあプレイが間に合ってないのでちょっと控えていたんですけども、まあコンポーネントとかはですね、開封レビューの形をですねちょっと多めにお届けしてみたいと思います。まあそれですね、まあその第一弾ですけども、よいしょ、こちらですね、アークライトですね。こちらもですね、ちょっとプレイしようと思いながら、なかなかちょっとプレイまでできていないので、ちょっともう回復しちゃったんですけども、まあコンポーネントとの紹介ということで、今日お届けしてみたいと思います。はい、このアークライトですね、まあサイズはですね、ざっくり言うと、カベルナサイズと思っていただければ間違いないです。まあカベルナのサイズの箱のちょっと厚いやつですね。カベルナよりちょっと薄いぐらいですけど、まあいい勝負してます。まあいい、ビッグゲームなんですね。中を開けてみるとすぐわかるんですけど、よいしょ。はい、まずこれですね、コンポーネント一番迷惑したのはこれなんですけど、これ何かっていうと、これ全部マニュアルなんですね。マニュアルがですね、実は6冊ついていて、英語版のマニュアルとドイツ語版のマニュアルが2冊ついています。まあだから、結局半分しか読まなくていいんですけども、6冊丸ごと入っています。で、中身はというと、ちょっとドイツ語版の方をのけちゃいましたけど、この3冊になってまして、一番あるのが、これ基本ゲームなんですね。基本ゲームのルールブックが1冊入っていて、これがまたですね、遊びのない、結構しっかり書いてはくれているんですけど、遊びがあるわけではなくて、図入りでバッチリこう、ルールがズバズバっとある。実際のところですね、10ページよりぐらい前のところは、これ初期セットアップラウンドっていうのは実はあるんですけど、まあ、そこに関しては、まあ、プレセットアップですね。まあ、こういうセットアップもすればいいよみたいなことを書いてあるので、プレセットアップを使うという決断をしてしまえば、もう初めの10ページは全然読まなくてもいいんですけど、まあ、そういうセットアップのやり方ですね。これをプレセットアップするならこう OK よみたいなことが書いてあるんですけど、まあ、これがあって、10ページ以降は、プレイの仕方が、まあ、延々と書いてあるという形ですね。で、これが普通に読むと24ページあります。これが基本セットの基本ルールですね。基本ルール24ページあって、まあ、10ページより前は読まなくてみってことじゃないですけど、まあ、1回目を通せばいいかなという形のがあります。で、厄介なのはこれなんですよね。これがまた同じく約ですね、見えますかね、ここね、23ページあるんですけど、こっちまでで23ページあるんですけど、これ何かっていうとプレイヤーズガイドブックなんですね。なんのこっちゃと思うと、各コンポーネント、さまざまなコンポーネントの意味とか、ここはこういう風に置けよっていうゲームのルールブックと独立して、コンポーネントとかボードの説明とかいうのが、まあまた別紙であるわけですね。要は本体のルールブックに収まりきらないコンポーネント系の説明とか、アイテムの使い方とかキューブとか効果っていうのが、まあ延々と別立てでやって、こいつがなんとびっくり、こいつも20、さっき言いました24ページ23ページあるわけですよ。だから合体するとここで50ページあります。まあこっちの基本ルール見たら、これまた表紙が同じなんでよく間違うんですけど、基本のやつを見ながら時々こっちを参照するのでもいいのかもしれませんけど、まあなかなか結構なボリュームですよね。これいろいろゲーム見ましたけど、このコンポーネントが完全に独立してるやつはなかなかないですよね。まあたまにありますけど、これしっかりしてるやつになってます。で、これが終わるとようやくこっちのウォーターフレームっていう方の、ルールブックになって、これが上級ルールブックです。なんでこれ時代が進みながらプレイしていくわけですけど、基本ルールだとどうも半分しか使わないらしくって、一番最初のルールブックのこの辺のところに、後の時代でしか使わない困るいは、これは全部使わないからもうのけとけっていうのがもう最初の方に書いてあったりするので、こいつらだからコンポーネントこの後見せますけど、いっぱい出てくるんですけど、半分ぐらい使わないんですね、この基本ルールだと。なんでまあそれでも面白いらしいんですけど、残りのラウンド分の説明、まあ拡張ルールだったら使うところの説明がここに入っていて、こいつもまた遊びがありません。遊びがなくてバーっと書いてあって、これもプレセットアップは頭の方にあるので、まあそれは一回目を通せばいいのかもしれませんけど、まあこれもダーっと書いてある。なんかセットアップ本も若干違いますね。これはダー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 っと繋がっているので、これも35ページ。35ページありますんで、まあ、全部読むと大体80ページぐらい、80ページぐらいがっつりあるので、まあ、ここからしてもなんか一種のなんか本ですよね。本な感じですよね。私今、届いてからまあプレイできないなりにですね、まあ、プレイヤーズガイドブックと、ベーシックのルールのところを大体目を通して、はぁ、なるほどな、こんなゲームなんかな、みたいな、やっと把握したところですけど、なかなかこれも読み応えありますね。ただ割とまあ丁寧に書いてくれてるので、まあ、そこそこ、そんなに特殊な言い回しもありませんので、非常に平易で分かりやすく書いてもらえてるので、まあ、英語が多少読める人であれば、そんなにひるまなくてもいいと思います。ただこれ、実際のコンポーネントを見ながらでないと、かなり想像しにくいことになっているので、物は見ながらの方がいい気がします。なので、まあ、これをご覧になって分かるのように、まあ、コマもすごいいっぱいあります。まあ、キューブとか、
ット型のコマ、まあ、ワーカーだったりするんですけど、これもたっぷりあるんですけど、まあ、これが何かっていうのはさっきやったプレイヤーズブックを見ればですね、まあ、細かく書いてますよみたいなことが書いてあるので、まあ、これなんだっけって時はこれ見ながら進めなさいということですね。まあ、これを仕分けるための袋もいっぱい入ってますね。で、ボードは広げてみますとこんな感じのボードですね。まあ、これ最終的な目的はこのゲーム的にはですね、私もプレイしたことないまだないので何とも言えませんけども、株式ですね、最初株式を一定数持っていて、その株価を最終的にダーッと上げていって、ゲームが終了した時点に株価と自分の持っている最終保有株式数の合計が最も高い人が勝ちっていうゲームなんですね。まあ、現金よりも、まあ、現金はそれが同点だったらその次で使うんですけども、まあ、自分の会社の株式の価値をどれだけ高めていくかっていうタイプのゲームになっていて、まあ、ここのところ1760、1760年、1770年、80年でこれ時代があるんですけど、その時代ごとにですね、建てられる工場とかがあったり、それの魅力ですね、どのぐらいバイカーが売れるとかですね、この辺が人ですね、人を雇わないといけないので、もうここのワーカーのものがあったりっていうのがあって、まあ、ここのところはどっちかっていうと、割と情報がぎっちり詰まったですね、まあ、工場に人がどんだけいるんだとか、どのぐらい売れるんだとかですね、ここのあたりはアクションマーカーをです、ね、自分の置いていって、まあ、プレイしていくわけですけど、それを置いたら何ドルかかるんだ、何ポンドかな、まあ、お金がどのようにかかるんだっていうのが、まあ、書かれているボードがあったりするので、まあ、ここは割と数字だらけのボードで、まあ、ここに全体の皆さんのコマが置かれていくっていうのが1枚あります。で、全体の皆さんのコマがあるっちゅったっちゅうことはですね、当然まあプレイヤーボードもあるわけですよ。この現場の工場はですね、4つですね、食料系と医療系とナイフとかフォークとかいう、まあ、食器類なんですけど、とランプって4つの工場があるので、まあ、この工場でどのぐらい生産力があってみたいなやつのボードがみんなあります。まあ、みんな大好き個人ボードなんですけど、ここに自分のファクトリーマーカーとかを置いていって、自分の人を雇ったらこの辺に置いていくんですけど、こういうのはみんなあるので、どういった工場をどのぐらい狙ってるかなんていうのは、これが全員分、つまりこれも4人分あります。最近こういうプレイボードの個人用のがついてるって、まあ流行りですよね。まあ、これちょっとデザインが若干地味な気もしますけど、なんかねちょっとね茶色っぽいのがねちょっと地味な気がしますけど、まあこれもかなり数字もコンポーネントもバッチリあるので、まあこの辺が好きな人にはたまらん世界ですね。であとはもうタイルが8枚ずら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 ーっと入ってますね。個人用のですね、プレイヤーごとのですね、工場ですね、工場系のタイルだったりアクションタイルだったり、港とかあったりするので、これ基本ルールで使えないんですけど、港系のもののタイルがあったり、株式とかですね、まあ、特殊なアイコンとかがここにずらずらあったので、まあ、このゲームあんまりカードがありませんので、カードとお金しかないので、プレイヤーのアクションタイルとかも全部ここで整理されていますね。アクションもここで賄うことになっていますね。まあ、面白いのはこの各自共通のアクションタイルを持ってるみたいなんですけど、特殊アクションっていうタイルもまああるんですけど、まあ、それがこの上級流用のウォーターフレームっていうやつのアクションを送る欄と、まあ、裏になると初心者用ですね、だいぶさっぱり、これよりだいぶさっぱりしますけど、港ルールないですね、ハーバールールがないので、初級者ルール用の置くタイルがあったりっていうので、まあ、かなりこのバッチリコンポーネントがある割にはですね、基本ルールと上級ルールをかなり分けて作ってもらっていて、まあ、その辺かなり気にして作ってるんだなって感じですね。この辺は個人用の各プレイヤーのようなアクションタイルですね、色が分かればどのプレイヤーがどのアクションしてるっていうのはまあ分かることになってるので、まあ、こうしたものタイルがドバーッとありますね。まあ、お金がちょっとね、なんか割と昔風のちょっとチャッチーというか小さいものになってますけど、こういうのもついてますね。であとは最後はプレイヤーリファレンスね。プレイヤーリファレンスも大きいですよ。このどの何やったらどうやるとかですね、シーケンスの流れともバリッと書いてるんで、まあ両面なんですけども、片っぽが英語で片っぽがドイツ語になってるので、まあ片面で十分いいと思いますけども、これでいきますね。まあこの中にもですね、基本ルールだったらやるとかですね、上級ルールだったらここは使わない、あ、上級ルールしか使わないとかですね、まあそういうのも書いてありますんで、まあこのあたりが最後についてますね。まあプレイしてみるとルールがすごい多いので、さっき言いましたように、まあ全部読めば80ページぐらいあるんですけど、ベーシックルールだけやったら、まあ最初の10ページがセットアップなので、実際のルール自体は15ページぐらいと思いますけども、ちょっと一発覚えきるのちょっと難しいので、こいつぐらいは、私大体目を通しましたけど、まあこいつぐらいはちょっと日本語化したやつを作っといて、プレイするときにお配りした方がプレイするときにミスしないのかなという気もちょっとしているので、これはちょっとどっかで時間取ってこいつの日本語からチャレンジしてみたいなというふうには思っていますね。まあこいつも私まだカベルナもね、実際ねプレイできてないので、早くプレイしてレビューしたい、もうたまる一方でちょっと困ってますけども、まあちょっとビッグゲームでですね、この経済系のですね、まあ自分の工場を建てて、自分の工場から生産物を出して、自分の工場の価値をどうやって高めるんだっていうところですね、なんか駆け引きが非常に面白いっていうことだけは聞いていて、手元にも来ているので、こいつも早めにプレイしてレポートしてみたいと思います。まあこいつもカベルズナに負けず劣らず、コンポーネントのこのタイルの量も、下のタイル、共通タイルも、プライベートタイルもあり、コマもいっぱいっていうビッグゲームのアークライトでございました。はい、というわけですね、ザ・ゲームレチャルの春99でした。アークライトのですね、コンポーネントレビューでした。それではまた次回。